自分のいつも自分のやってる環境にできるだけね、あの近い形が取れるように、自分で、調整してもらいたいと思います。これね、左側6ボタンのやつと右側6ボタンのやつ結構分かれると思うんですよ。はいはい。ああ俺割と左側6ボタンの方がいいかなと思ってる。なるほどなるほど。まあやっぱそういうのは人によりますよね。結構人によりけりかなっていうのはね、うん、まあなので、皆さんはあの時間とか全然気にせずに、あの一番やりやすい状態でプレイしてもらいたいと思います。まあ、ごめんゆっくり待ってくれると思うし、ここは、うん、この辺で孫にちょっと話振ってみる。あ、一言、うん、あ、ということで、試合の方がリスタートいたしました。さあ膝有利、いろいろあって奥攻め、ここからがきついのか。膝で距離を返していく。さあこうなるとザンギ側どのように、距離を埋めていくのか。さあゲージが欲しい状態のザンギに対して、さあ当たるか削るか、距離をうまく離していく。さあゲージが欲しい、ゲージが溜まる、ゲージが溜まったが体力がない。ここからどうする、スリムにならない。60秒切って置いてあったのはアッパーカット、1本目を先取したのは孫。さあ孫がもうこのイベント俺がもらったねみたいなことを今言ってたよね。これどこまでも俺連勝したわけでいいの、勝っちゃうけどいいなみたいなこの台俺専用台組手台だよみたいなことを今言ってたんですけど、ちょっとやっぱ孫のこういうビッグマウス的なところもイベント的にはね面白いところですよね。ちょっとエンジンかかってきていいんじゃないですか、やっぱこれは。さあ体力6割強リードしている状態ですが、さあ終始同じような状態となってしまいました。勝ったのは 2P 側孫、これで4連勝。